ペトロス7世は、正教会のアレクサンドリアのパパ、総主教。ペトロスは、キプロスのキレニア地区の支配にペトロスパパペトルの名で、生まれた。総主教に選ばれる前は、タスク祭、司祭として奉職し、1983年に主教に、女性されていた。前任者のパルセニオス3世と、緊密な協調関係にあり、1996年の、 パルセニオス3世の英民後、1997年2月21日の聖、戸における選挙を経て、3月9日にアレクサンドリア総主教に着座、その後継となった。総主教としての在位は7年にわたった。在位期間中には、ケニア、ウガンダ、マダガスカル、カメルーンをはじめとした全アフリカ大陸における、 電動活動の活性化に尽力したことが特筆される。ペトロス7世はギリシャのアトス山に向かっていたヘリコプターがエーゲ海に墜落した事故により事故死した。この時の同乗者16人の中にはアレクサンドリア教会の3人の死教が含まれていた。事故原因は依然不明である。ありがとうございます。